はい、どうも。怪談探偵 VTuber の影の象と申します。僕は電脳神戸というところで活動しておりまして、せっかくなので兵庫県に関係のある話を話そうと思います。一倉ダムというダムが兵庫県にありまして、兵庫県の中間ぐらいにあるんですけども、結構大きいダムなんですよ。漢数字の1に倉庫の庫で、一倉ダムと読むんですけども、一倉っていう名称が人を喰らうみたいな感じで取られてしまって、で、もともとダムなので自殺する人が多くて、兵庫県では有名な心霊スポットの一つとなっております。今回聞いたお話は、その一倉ダムで自殺をしようとした菅原さんから伺った話です。菅原さんは借金苦で、もともとこの自殺が多い一倉ダムだと、すぐに遺体を見つけてくれると思って、自殺の場所としてここを選択しました。雨の中、バスで現地に向かい、日が暮れるのを待ちました。近くには、ブラックバス釣りの釣り人が何人かいるだけの状態でした。日が暮れ、飲んでいたお酒を飲み切って現地に向かいます。正直、死ぬことへの恐怖は借金に追われる不安に比べれば些細なものでした。あたりには水辺特有の匂いが立ち込め、よし、行こう。歩みを進めます。ただ、ダムに近づくにつれて耳鳴りがしてきました。これが今から死ぬと決めた体の拒否反応なのかと思いましたが、この耳鳴り、よく聞くと男性の声だとわかりました。飲みすぎかな。今から死ぬのに、やけに落ち着いた気持ちだったそうです。ただ、その男性らしき声は低い声で、もっと先、もっと先。と、菅原さんを案内しているようでした。ダムの中腹あたりでしょうか。到着し、下を覗き込むと、深い闇で下が見えません。その間も、もっと先、もっと先、と声が頭に響いていたと言います。もっとそして菅原さんが、もここで飛ぼう、先、と荷物を置いて手すりのようなものに手をかけた瞬間、ここじゃないって。頭の中に叫び声が響き、誰かに後ろに強く引っ張られて倒れてしまいました。そして、もっと先、もっと先、菅原さんは死ぬのが怖くなったわけじゃなく、その声が一体菅原さんをどこへ連れて行こうとしているのか、その現象が怖くなって、ダムから走って逃げたそうです。一倉ダムというお話でした。いかがでしたでしょうか。もし兵庫県に来ることがありましたら、この一倉ダム、ぜひ寄ってみてください。それではご清聴ありがとうございました。怪談探偵 VTuber の上野象でした。ほなほな。もっと先。